こんにちは。心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。今日はインスタグラムのナンバー14、たてやのおぶ結びの解説をやります。用意はいいですか？簡単だからすぐやってみてね。じゃあ行くよ。まずは帯の説明ね。いつもの帯、手柄は55センチ、全部で4メートル60ある帯です。タレが上、手が下で一結びします。タレ元はしっかり広げてね。平らになってる方がいいよ。このタレ元で縦矢の矢を作るから、その分抜かしてタレ先で太鼓部分を作っていきます。今回は箱ひだにすると難しいから、箱ひだじゃない片方だけひだを取ってしてるけど、箱ひだでもいいですよ。一番奥に太鼓部分50センチぐらいは残して肩に預けます。残りのタレで縦矢を作っていくよ。全部で50センチ。後ろもこんな風に揃えられるとピタッてするね。真ん中を持って自分の腕に合わせてみて、ピンって引いたらこの2枚重ねて裏箱ひだを作りたいから上に持ってくる。その上も合わせてくる。長さがある帯だと後ろが箱ひだになっているよ。これを手前の2本にくぐらせてね。続きも裏箱ひだを作るから、その時長さがあれば後ろも箱ひだにできるけど、もし長さがなかったら表だけで裏箱ひだを作ってね。もう一本に引っ掛けて、三重仮紐も外した上ので引っ掛けて、後ろの羽を長さのいいところで止めておこう。この余ったのは例によって羽の下にしまおう。そうすると羽が元気になるよ。そうしたら今日は手でもう一つ上のひだを作っているけど、これも半分に折って半分を返して、40センチよりちょっとちっちゃめぐらいでいいかな。一つ折りひだを取って三重仮ひもの2本目にくぐらせて、ちょっと広げてね。そうしたらこの柄のないところはやっぱり帯の中にしまってください。
帯に高さも出るね。そうしたら今度は枕、私は小さめの枕を使っているけど、ここに乗せるのが縦屋のやり方だけど、こっちに乗せて羽を元気に立たせているよ。お背中にピタッとつけてね。よいしょ、帯の上線に乗せてください。帯揚げも預けます。先ほど預けておいた垂れ先を下ろします。折っておいたひだを少し広げるぐらいの気持ちで、帯締め、今日は丸受け、長さを調節して、ここが枕部分があんまりぺっちゃんこにならないように、今回はこの中に入れているよ。そうするとちょっと高さが出るでしょ。で帯締め、帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫。その後は形付けです。少しひだを開いて丸みを出してあげています。今回は片方だけ。ここ大事なところ、真ん中よりも3分の2がこちらに太鼓が来るようにしてね。少し斜めに形をつけてあげて、羽と直角に交わるとかっこいいかな。左右の羽はピンと元気よく張ってあげよう。クラシックなイメージで、でも凛とした建屋になるよ。どうかな、やってみて。簡単でしょ。ほらできた。ヒップチャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。ではまた次の帯結び解説でお会いしましょう。じゃあね。